サーチセブンカップ。総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円、そして己の威信をかけトーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹の定ま勝負。制限時間7時間、投資上限5万円など、実践ルールはご覧の通りです。サイツセブンカップ。42回目となる今大会にもご覧の豪華な顔ぶれが揃いました。こちらがトーナメントの組み合わせ。すでに岡田地方、コウキ、ヒラヤマンが準決勝進出を決めています。今回お送りするのは1回戦第4試合、ヤッシー VS ゼットン大きい。おはようございます。パチンコ必勝ガイドのアメージングボーイ、ヤッシーです。いや、ついにですね、斉藤セブンカップ初出場となることができました。僕、ライター4年目、でパチプロ歴がもう10年以上なんですけども、もうその最初の頃にもう第1回第2回ぐらいの頃から、見てましたんで、まさかね、自分が、この場に立っていられるとは、思わなかったんですけども、対戦相手がなんと、ゼットン大木さん、ガイドの大先輩でもあるんですけど、プライベートでもね、ひどい時は本当週3、4連続ぐらいで飲んだりしてる、お世話になってるんですけども、なかなかこう対戦することって今まであんまりなくて、多分対マンの1対1の戦いは初なんじゃないかなと。ぜひね、前回ディフェンディングチャンピオンでもありますんで、倒して初出場初優勝、最近ないらしいんで、目指して頑張りたいと思います。せーの、ガンバイク。おはようございます、ゼットン大木です。もう久しぶりすぎて忘れてましたけど、一応ディフェンディングチャンピオンということらしいんで、それで今日の対戦相手がヤッシーですね。でガイドの後輩で、ぶっちゃけ、本当に全ライターの中でもパチンコの腕は多分10本の指に入るぐらいの実力者だとは思ってるんですけど、ちなみに対戦は過去に1回しかやったことないんですよ。その時は元セクシー女優のおっぱい見るっていうのをねかけて、その時はヤシにまんまとやられたんで、今日はそのリベンジを兼ねて、そしてね、連覇を狙って頑張っていこうと思います。おいでは、せーの、アメージングレイス。大きいもガンバ大きい。今回戦いの舞台となるのは埼玉県越谷市のサップ蒲生店。東武伊勢崎線蒲生駅西口を出てすぐ目の前にあります。パチンコの設置台数は330台、持ち玉台移動、出玉の共有も可能です。最新人気機種はもちろん、一パチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。サイチセブンカップ1回戦第4試合、キックオフ。さあ、行くぞ。 OK。 さて、いよいよやってまいりました、サイトセブンカップ初の実戦。ちょっと一旦全体的に全部見たいと思います。おはようございます。ここっすよね。もう入って入り口のこの動線ってよく言うんですけど、でもそうなんだ。久しぶりに来るお店なんですけど、もうここのちょっと変わったこの海スペ、今だったら近江4ブラックスペシャルかじゃない海スペなんですけど、これを長いこと使って看板だったんですけどね、コロナで海のお客さんがね、どのお店も戻ってきてないじゃないですか。いや、この辺は優待向き。一応こちらのホルさん、サイトセブンで、データ公開されてますんで、ざっくり U タイムは調べたところ、そんなにこう朝一から狙っていきたいなっていうのはなかったんで、そもそも僕 U タイムキーあんまり打ってないというか、 U タイム狙いをしてないんで。いやそうね、だから結局よく言ってるんですけど、ゲージは辛いんですよ、スペックも辛いし、ステージがある程度使えないと面がまあまあでも全然足りないんですけど、でも触ってみたくなる面ではある、特にその角には。なんだろう、とある魔術のインデックスなんですけども、ちょっとバラエティ的にあって、なんだろう、癖が悪いから見た目がいいのか、こっち島単位でありますね。
ヤシ、はい、プレゼントするわ。はい、何を？お土産あげるわ。はい。あ、これはもう今、なくなると言われているプラスチックのストローって、おい、いらないんですけど。なくなると言われているプラ22。まあ目標はね、ステージが中の週だったらそれぐらいありそうな面ではありますけどね。これこうではあるけど、多分なんとかなると思うんだけどな。まあいいや、なんだかこうだもあるし。はい、それではちょっと長々と、ダイヤの方を見させていただきましたが、1台目こちらトワルマリスのインデックス、もうピーキの U タイム機の中でもですかね、抜群に稼働がいい人気機種なんで、こちらの方で、大連チャンスさせて大木さんに勝てるように頑張ります。でもこのトワルはやっぱゲンさん上位打点とかに比べれば、まあまあ U タイムも、もちろんあるのもあるんですけど、100% ST 突入しますからね。まあ、それでいて、まあ、70何パーセントの連チャン率なんで、ある程度ね安定するとは、言われてるスペック。ちょっと僕全然相性が悪いのかあんまり出ないんですけど、同じぐらいね、ゲンさんと同じぐらいのこうなんていうんですか、期待値的なものがあれば安定感はこっちの方が強いですけども、いやーちょっときついな。3000円で46回転移動しましょう。あーね、とりあえず僕はもう大事な初戦、初出場の初戦なんで本気で勝ちに行きますよ。ガンツのスイートバージョンに移動してきました。これはもう据え置きですね。なんで、まあ U タイムが299回転で発動しますので、あと200ちょっとでは、U タイムには行きますが、 U タイム狙いというよりは、回転率重視で選びました。さて一方、引き続き超威打点を打ち込むゼットンですが、200回転過ぎてようやく初の見せ場というか、炎鵬流赤3段階いけ、はい、もう1段階からも、もう1丁いけ、おい弱いよ、よしもういいよ、終えてきたぜ、首ステップアッパーいらないのや、なんだよ4点って、おー、武元が来た、はい、一発で持ってきたしないか、ドン、はい来た、一発持ってきた、はい、さあ見せ場が来ましたよ。で多分ガンガンもあると思うんで、ガンガン武元極限ですよね。あ、そうか、もうガン、え、もう狂犬持ってきてるからいいのよ、あなた何やってんの、ケンシロウの真似事はもういいのよ。閉まれ、あーないか、みなぎってきたぜ、はい、だからまあカットイン仲間は分かんないですけど、仲間来ればほぼもらえやろ、多分来ないけど、はい、だからボタンなしカットインとかでも多分もらいだと思うんだけどな。あー、いただきました、はい、9500円、207回で、5555ディフェンディングチャンピオンゼットンが見事先制のゴール。私あのランプは見ない派なので。207回転、9500円の投資で大当たり。さあ大事なのはここからです。超限ラッシュ突入なるでしょうか。
いやマジか、入らんか。おお、マジか、ほぼほぼ諦めてました。どうしよう、でもちょうど一服する時間なのよ。まもなく今カメラを回してくれてる斉藤君と1万円使ったら一服しようっつって、もうほぼ1万なんですよ今、9500円使ってるんで。一服しよう、大人の一服や。あえてゼットンが斉藤君とタバコ休憩に入る中、先を越されてしまったヤッシーは、おい来たよ、Z ガンからもう一丁。おお、3人ストック。ただ黒野くんはいませんでしたね。さあ、いやー来た、大チャンス。1人使ってあと2人残ってます。赤カットイン、まだよまだよ。さあ2人目、これ技術さんか。さあ、あーもういっちゃいますね。あーちょっと弱い、ガンツフラッシュなり起きてほしかったですけどね。8点。あー微妙に弱いか。さあ4人、行くぞ、成人を倒すんだ。セットワン、おー来た来た来た。あー Z1 チャンスアップ。はい、超転送いただきました。これはもらっときたい。はい、熱い千手観音。はい、いいですね、ドックン文字付き、これもチャンスアップ。さあここ変われよ。はい、赤保留変化、大丈夫でしょう。はい、赤ボタン、オッケー、オッケー、見事大当たりをゲットのヤッシー。さあ決め台詞はアメージング、アメージングゴー。大道後108回転、投資金額は7000円でした。さあ記念すべき、斉藤セブンカップ初ゴール、決めれましたね。さあゲートを狙って、これで4ラウンド、プラス50回転の時短ガンツをチャンス、そこで引き戻せればラッシュ突入という感じですね。今、なくなると言われているプラスチックのストローって、おい。実戦スタートから90分が経過しました。タバコ休憩から戻り、満を持してラッシュに突入したゼットンですが、ちょっと待て、そんなふざけた話しないだろ。もう嫌いこの台。わずか3連チャンで終わりでしょうか。大工の源さんじゃないんだよバカ野郎、やってらんないわ。マジかよ、3連で。さあそして一方、時短中の引き戻しを狙ったヤッシーは、いやー終わるね。さあここ止まったとこで下が開くのかな、どこだタイミングは。あいだ、あ左に戻してね。1個拾いましたけど。小池くん、はい、そんなん打ってていいの。え、大丈夫？俺超弦ぶち込んだぞ。マジっすか？あれ？あのね、いやすごい、多分本当にぶち込んだんでしょうけど、ぶち込んだしか言ってかなかった。ちょっと見に行きましょう。いやーマジでちょっと、あの弦さんの超弦ラッシュですよ。継続率90。
3% の超限ラッシュを、ああやるのが Z 大木です。やかましいわ。やかましいわ。これが Z 大木です。あえて手抜いてあげてんやん。ありがとうございます。本気出したら丸がもう一個つくわな。助かります。あえて丸を一個つけんかった。ありがたい。あーこれ間に合うな。いやでもそんなこと言ってるあれでもないんですけど、僕もやばいんですけど。はい、それでは3代目ですね、とある魔術のインデックスにやってまいりました。先ほどのガンツで得たですね226玉、これで当てたいと思います。頑張ります。実戦スタートから2時間が経過しました。現在劣勢のヤシ、そろそろ追加点が欲しいところですが、いやとりあえずどうだろう、これ本当めちゃくちゃ微妙なとこなんですよね今。打ってるか打てないか、おーっとこれは来るでしょう。おー2回来た、あーついでしょう。1回はねたまにあります。あこれですね、こういうこと、軌道兵器もうこの時点でほぼ間違いなく撃破しますんで、金の SP 止まりますね。でこの三坂スタンバイしてるんですけども、これがもう遅ければ遅いほどチャンス。頼むぞ、本当に当たるギリギリまで待機してて復活みたいなこともあるんで、はい、いやーこれは生かしたい。さああとはこの誰が来るか、左前右後ろかなの順でチャンス。さあこれだどれだ、あ左これ、ああ右後ろ左前、あちょっと久々に打つとどれが熱かったか分からなくなるんですけど、おいいねインデックス、そあ変われ変わらない、いやーやっぱ忙しいな。でも赤の上に金もあるんですよね。ただすごくいいのが三坂がまだスタンバってる。さあ当落でねイマジンブレイカーっていう、あー来ました来ました。さあイマジンブレイカー大チャンス、イエイ、あーマジか、うーわーちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、あー惜しかったね、こういうの当てないとダメなんだ。さて一方こちらもすでに持ち玉を飲まれ追加投資中のゼットンですが、あー退屈すぎる、ガンガン来ない、ガンガン来た、はいガンガン、ガンガントラフォークからの1点ね、
カットインはある。赤か、まあいいや。当たり後175回転、初の後半発展ですね。レインボー、いや赤か。あ、極限いただきましたね。はい、いや、まあ一応ガンガンと極限ですよね。おお、灼熱。個人的に激圧はね、まあまあ外すと思ってるんですけど、灼熱はなんとかなる。おい、さあ頼む。ゼットン4本目のゴール3500円の追加として2回目の初当たりをゲット。さあ再びラッシュ突入となるでしょうか。ランプ指導だった。いやー全然じゃん。青、いやーそうか、二の二体ガンか。テラテイ、ダイヌ、待ってろよ。ダイクの原産。残念ながらラッシュ突入はならず、単発終了です。さてそんな中、3回目の大移動をしていたヤッシーですが、ですね、ただいま6000分打ち込んだところで 16.8、まあ17ぐらいなんですが、ここもうやめざるを得ないですね。なぜかというと、投資が2万円いってしまいました。つまり、まあ、前半後半合わせですけど、上限5万円あと3万円なんですけど、U タイムまで届かないんですよね。つまりそうすると U タイム抜きのボーダーにしかならないんで、残念ながらこれは18区回ってればまた話は変わったんですけども、回る可能性ももちろんありますが、涙を飲んで移動したいと思います。仕方ないな、ついに、禁断のこの島に来てしまいました。はい、それでは源さん超イタペンに移動してまいりました。でこちら、3枚目、いやー普段ね、投資上限とか全く気にしないで打ってましたんで、そうかそうかと、届かないかと。実戦スタートから3時間が経過しました。引き続き大苦戦中のヤッシーは、贅沢は言わないんで、あと1000円で当たってほしいんですけど、だいぶ贅沢か。はい、予定より20分早く、終了ということで、対戦相手が、2万5000円半分使ったんですかね。まあ、途中でも言いましたけど、まさかこんな泥試合になると思わなかったので、後半戦はしっかりね、こう当たりの叩き合いみたいな形で、あの白熱したやつをお見せしたいと思いますので、すいませんでした。お疲れ様でした。おー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 って言うぞ。疑似2で2段階、疑似で2連目の2段階なんで、バトルリーチ後半はいか、嘘、何か起きすぎでしょう。はい、無限ランブ、もうね前半強制終了なところ。いやいやいや、何25使い切りで大きさ、本当にもう強制終了でした。弾一発も残ってないの。一発ないです。ダメ、じゃあパンクさせてくれ。ダメとかない。それは鬼すぎるでしょ。おお、灼熱は大当たり濃厚きたー。よし、証言入ったら、はい、ヒーヒーフーヒーヒーフーって言いながら打つと連チャンするよ。ラマーズホーダホーってやつですね。そんなんあります。アメージングボーイ、まさに起死回生のゴー。前半戦強制終了を免れ、超限ラッシュに突入です。よーし、ハーフタイム。
はい、ここで前半終了ということで、1台を打ち切って600ちょっと回してるんですけど、22.7 回ですね。で、まあ、打ち込みが3万弱なんで、球を含めてなんで、まあ、大きくは変わらないというか、まあまあ、打てそうではあるんですけど、まあ、もしかしたらちょっと気になるか何台かあるんで他を試すかもしれないですね。とにかく、当たった2回以外は何も来てないんで、非常に、退屈な前半戦でした。まあ、どの道当てないと負けれないんで、後半しっかり長英にぶち込みたいと思います。さあ、そして注目のヤッシーは、あー厳しいか、とい、あーダメか、ちょうどそんな時間ぴったりで終わんなくてもいいじゃない。ライフの連鎖、はい、なんとも言えない13連チャン、うん、大体6230/40個だったんで、ほぼチャラですね、投資分と合わせまして。まあ前半戦とりあえずスタートラインに戻れたのかなと。で、まあ大木さんはまくれたんで、あとはですね、この台で、どれだけ伸ばせるか。いや、おそらくね、今日すごいことになると思います、後半戦。軍資金の半分を使い切ったところで劇的なゴールを決めたヤッシー。前半戦終了と同時にラッシュを抜けてしまいましたが、一気にゼットンを逆転、優位に立っています。前半戦終了。いやいや、何お前延長してんだこの野郎。俺締め込め2回取ったからな。あと2万5000使い切るんでちょっと締め込めお願いしますってバーッと喋ってた。あーみたいなこと言ってさ、マッチ本当に使い切って見てたんですよ。まあっつって、もう初出場のこんな前半戦嫌だなと思ってたら、まさかの7点。嫌いだわ。田村と小池嫌い。え、何連したの。まあ13連っていうね、ちょうどいいぐらいで終えときました。俺より10回も多いじゃないかこの野郎。平均連チャン14連なんで届いてないんですけど。いやいや、届いてないっていうのは3連とか4連は言うんだよ。ほぼ平均だよそれは。まあ大木さんの言ったあのヒーヒー風打法、うん、ラマーズ法を使わなかったら大丈夫でした。やろ、いや俺も次使う打法があるんだけど、はい、これ試すって言って当たんねえからさ。まあ試す機会もなかなかない。いやマジ肌台2回取ったんだけど、はい、それ以外の600何十回出ましたんだけど、その2回転以外何にも来てない。エンホリューシュがポンポンって出たこれ、はい、いやもう僕前半戦アマテージで1回当てただけだったんで、本当にこのままじゃやばかったんで、まあ、なんなんそのギリギリと際から来たみたいな。いや持ってますね意外と。自分で言う、自分で言う。この野郎。でもまだマイナスなんでしょ。ほぼチャラです。ほぼチャラか。10玉20玉ぐらいですね、マイナスが。いやもうチャラでいいですよ。そうか、きっちりしてるんでパチプロはそこ。5000発の差だな。あーでもそんなもんじゃない。ちょいちょいパチプロ挟んでくるけど、はい、途中まで迷走してたからお前。うろうろさ、うろうろさ、なんだろう、カメラの奥もおらんで一人でうろうろしてたから、どんだけ迷走してんだって俺思いながら、頑張って探したんですよ、ね、この島しかねえじゃんって思ったのに。そこから違うとこ探すのがかっこいいかなと思って。結果かっこ悪いんだよ。ないもんないんだよ。次回のサイトセブンカップは1回戦第4試合、ヤッシー VS ゼットン大木の後半戦。必勝ガイドのアメージングボーイとご存知初代衛星チャンピオン、悶絶パチンコバトル、衝撃の結末をドンメセージ。あの人気ライターがあなたのスマホに降臨。4000本以上の動画が見放題。ここでしか見られない限定動画や、あの人気番組の最新作まで多数配信。サイトセブン TV プレミアム。